アット横浜公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ハマリポリポーターの高橋潮波です。今日のハマリポはこちら、浜の人力車を体験しに横浜中華街にやってきました。楽しみです。浅草などでは人力車って有名ですが、横浜にもあるのでぜひご紹介したいと思います。横浜おもてなし屋の鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では早速行ってみたいと思います。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、今日はお試しコースということで、約30分6000円のコースを楽しみたいと思います。乗りました。では行ってきます。出発。横浜おもてなし屋は人力車をベースに、横浜に来ていただいたお客様や挙式をされる方に一期一会の気持ちを忘れず、横浜という家に遊びに来られた家族を受け入れるように、一つ一つ丁寧なおもてなしをします。また横浜の地元イベントへの協力を惜しまず、開港150周年を過ぎた今、かつて横浜にも数千台の人力車があった時代を顧みるきっかけ作りをしていきたいと考えているそうです。お試しコースは30分6000円から。人力車から眺めるパノラマの景色をどうぞお楽しみください。山下公園に到着しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。と横浜はいつも歩いて回ることが多いんですけど、こう人力車から見た景色とかをまた違って見えて、とても楽しい旅になりました。また鈴木さんのすごい横浜の知識もとても楽しく知ることができて、私の知らない歴史的な知識だったりとかも得ることができたので、すっごくためになる旅にもなりました。こんな楽しい経験が横浜でできるなんて、まだまだ知らない方も多いと思いますので、ご覧の皆さんもぜひ体験してみてください。ハマリポでは横浜の素敵なスポットやグルメをこんな感じで紹介していますので、 YouTube 公式チャンネルの登録をぜひお願いします。横浜へのお出かけはアット横浜ウェブサイトでさらに便利になります。街のディープスポットやモデルコースなど魅力的な情報を発信していますので、横浜観光の検討にアット横浜ウェブサイトをぜひご覧ください。それではまたハマリポでお会いしましょう。お楽しみに。